岩波駅は静岡県裾野市岩波にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB13、裾野市の新寮地区にある駅、地区の北部に位置し、裾野市と御殿場市の境界線が駅の500メートルほど北を通っている。かつて派新寮村内唯一の鉄道駅であった。御殿場線がまだ東海道本線の一部であった1911年5月に、 開設された岩波信号所が岩波駅の前身である。岩波信号場に変更された後、第二次世界大戦中の1944年12月に旅客営業を行う岩波駅となった。1987年4月に実施された国鉄分割民営化により、運営事業者は日本国有鉄道から JR 東海に移っている。ホームと 駅舎新設された2番線ホーム島式ホーム1面2線を持つ地上駅。下り列車はホームの東側を使用し、上り列車はホームの西側を使用する。駅構内の北側に保線車両留置用の側線がある。駅舎はガラス張りの京上駅舎である。駅事務所や改札口は2階にあり、1階のホームや構内西側にある出入り口に階段が降りている。 駅舎内には JR 全線切符売り場と IC カード対応のタッチパネル式の自動券売機が設置されている。2019年5月26日をもって駅舎が地上に移設され、新設する上り線ホーム多機能トイレが新たに使えるようになり、2020年度にはエレベーターを新設し、共用を開始する予定である。また、上り線ホーム新設後は、 現在の上り線ホームには転落防止策が新設される予定である。駅開業時はスイッチバック駅で本線から分岐する行き止まりの引き上げ線に接して単式ホーム一面が設置されていた。1968年の電化に伴いホームは本線上の勾配区間に移転しスイッチバックは解消された。この時のホームは移転前と同じく単式ホームであったが 分割民営化後に、ホームの一部を削り二番線が新設され、島式ホームとなった。駅の沼津寄りには、引上げ線の痕跡である築堤が、草木に渦漏れながらも残っている。当駅は、業務委託駅であり東海交通事業の係員が、駅業務を行っているが、夜間は係員が配置されない、無人駅となっている。また、管理駅である、裾野駅が当駅を管理している。 国鉄時代の1969年から1982年まで、当駅でも貨物営業を行っていた。1966年10月から本格的に開始された鉄道による自動車輸送の一つ基地として、1968年10月に沼津駅に自動車輸送基地が新設された。1969年7月には、当駅に接続する。 トヨタ自動車の専用線が建設され、沼津駅の基地は廃止された。トヨタ自動車の専用線は、岩波駅の北 1km ほどの場所で、御殿場線から分岐し、カーブを描きトヨタ自動車の敷地へ入っていた。途中には、川を渡る橋や、透明高速道路の高架下を潜る場所があり、線路の終点は、トヨタ自動車東日本東富士工場の裏側あたりにあった。 1970年の専用線一覧表によれば、専用線の作業キロは0 9トル、総延長は2 2トルで、校内作業は国鉄の機関車によって行われていた。このトヨタ自動車専用線は、1982年11月に廃止されている。静岡県統計年館によると、2018年度の1日平均乗車人員は2121 21人で、 ある、利用客数1、近年の推移は、以下の通りである、富士急シティバス、富士急行が発着する、東海旅客鉄道 CB 御殿場線富士岡駅、岩波駅裾野駅駐車区、編集出展、編集、ありがとうございます。